Hey guys, thank you so much for checking out Chris's rooms. 今日はですね、ちょっとお知らせがあるんですよ。この YouTube のメンバーシップ、クリスの部屋のメンバーシップっていうのを、開始しました。で、メンバーになっていただけると、YouTube の、この過去のアーカイブが見れるようになります。で、どういうことかっていうと、まあ僕は今本当に、まあ、コロナの影響もあってアメリカのサンタフェっていうところにいるんですけれども、5月か4月ぐらいから月曜日の朝6時半からライブっていうのを、朝のライブをやっているんですよね。で、6時45分から瞑想をしたりとか、いろんな Q&A をやったりとかね、結構ね、素晴らしいコミュニティみたいな、ね、方たちと一緒にこの世を やらせていただいているんですけども、なんとですね、これをやり始めたらですね、僕のチャンネル登録者がキャーっていう、毎月1000人ぐらい減っていくようになっちゃったんですよ。って。で、さすがにですね、僕メンタルトレーニングやってるんですけど、なんでだろうってね、やっぱり問題は成功のチャンスっていうところで、なんでだろうと思っていろいろ考えたんですけれども、やっぱり一つはですね、僕のチャンネルに今クリスの部屋っていうところに来て、この人何やってるんだろうって見てみると、まあビデオがですね、結構これライブオンリーみたいのように見えるんですよね。で、このライブも本当に1時間半とか中には2時間でもあると思うんですよ。で、本当に瞑想とかも入っていて、やっぱり正直言ってこれだけにチャンネル登録するっていうのは微妙を感じるなって、もうちょっとキュッてまとまっていて、情報が10分とか15分になっていて、はっきり分かりやすい情報の方がチャンネル登録者をする価値があるんじゃないかって思われる方もいっぱいいらっしゃると思うんですよね。でですね、この YouTube のやったレコーディングをですね、まあじゃあ残さないね、アーカイブをしないっていう風になったらどうなるんだろうっていうことをちょっとね考えて、アイディアがあったので11月にテストしてみました。そしたらなんとですね、チャンネル登録者、チャンネル登録の反対、チャンネル登録反対者をする数がすっごい急に減ってきたんですよね。だから間違いないこれはポジティブな方向に、チャンネルが進んでいるっていう風になりましたので、はっ、ちょっとね、僕はそれで一瞬、ちょっとひととき安心しております。でね、これからですね、もうちょっと具体的な短いキュッて絞られたビデオをもっともっと週に1回とか2回にこのチャンネルをアップしようっていう感じで動いております。でですね、じゃあ、そのせっかくやったライブの、アーカイブどうするのってね、仕事があって全部見れてなくて、でも見たいんだよってどうするのっていうことにですね、ちょっと考えて、これは本当に今まで無料でね、やらせていただいて、本当に申し訳ございませんですけれども、ちょっとですね、このアーカイブを見たいという方には、この YouTube のメンバーシップ、クリスの部屋のメンバーシップっていうのを、開始しました。で、メンバーになっていただけると、YouTube の僕の過去のアーカイブが見れるようになります。でですね、これいくらするのってね、ちょっとね、値段本当に申し訳ないんですけれども、これは月額190円で動かさせていただきます。スタートさせていただきますので、僕だけじゃなくて、僕のチームメンバーの方もね、本当に朝6時半からやっていただいたりとか、本当にちょっとね、190円って高いかなと思う方もいらっしゃると思いますが、本当にこれは嬉しい値段で、まあもし払いたくなかったらメンバーにならないでも全然YouTube のライブとかは無料でも見れますので、安心していただければと思います。でね、本当に感謝の気持ちとして、ライブのメンバーになっていただいた人には、特典がつきます。3つの特典がついております。1つの特典はアーカイブがいつでも見えるっていうことです。イエーイ。なので安心してゆっくりね、聞き流し系でもいいのでアーカイブを楽しんでいただければと思います。それだけじゃなくて、2番目の特典が、リクエスト、いっぱいリクエストを受けてですね、クリスの瞑想をそれだけのビデオにしてほしいっていう声をいただきます。なのでですね、メンバーの方にはアーカイブの中のこれまでやった全てのライブの中の瞑想のバージョンをカットして、やっぱ10分から12分ぐらいの瞑想があるんですけどね、毎週これが瞑想だけっていうのがアクセスできるようになりますので、瞑想もっと見たいな、瞑想で勉強したいなっていう方には本当にね、それにアクセスができるようになります。で、3つ目の特典がですね、ライブ中に、メンバーの方はライブ中にコメントをするとメンバーのバッジが出ますので、メンバーの方はちょっと目立つっていうかね。で、それだけじゃなくて、ドラゴンボールがつくんですよ。だから最初1ヶ月目にメンバーになった方は、1つのドラゴンボールがつきます。だからこれ、ね、ドラゴンボール集めたらどうなるのか、ぜひ楽しみにしていただければと思います。なのでね、本当に190円、ちょっと本当にごめんなさいね、これちょっとお金取るっていうのはね、まあね、でも応援っていう形でね、やっぱりね、
まあね、これ お金をいただいている方がいいのもあれなんだけど、お金をねちょっと流して学んでいくっていう風になると、これ本当にデータにもなっておりまして、そのお金を使うと集中力っていうか、その学び力っていうのが、好奇心っていうのかな、が上がってくるんですよね。だから本当に悪いことは起こらないと思います。Alright! なのでね、ちょっとね、急にお知らせがあったんですけれども、これからはですね、もっともっとキュッて絞られたポイント、具体的になっている短いビデオをもっとアップしていく。できれば週2回を目指していきます。まあ、せめてね、週1回は目指す。約束はできないんだけど、目指していきます。それでですね、今後は、過去に残っている YouTube のライブは全部メンバー限定になりますので、そこのご理解をいただければ幸いです。Alright, you guys, ぜひね、メンバーになってドラゴンボールをコレクトしていただければ幸いです。Alright, thank you so much. 本当にね、いつもサポートしてくれている方、本当に、ありがとうございます。これからも僕たち頑張っていきますので、応援していただければ幸いです。Alright, thank you so much. I love you so much. じゃあね、バイバイ。